東久留米駅は、東京都東久留米市東本町にある、西武鉄道池袋線の駅。駅番号は、SI14。戦後直後の京王井の頭線には、吉祥寺駅から西武新宿線田無駅を経由して、当駅まで延伸する計画が存在した。この延伸計画は、その後頓挫してしまったが、現在では、当駅から井の頭線の起点の渋谷駅へは、東京メトロ副都心線を経由して乗り換えなしに向かうことができている。1938年、中島飛行機は現在の武蔵野市にエンジン工場を建設。武蔵野工場と名付けた。1943年9月には軍需工場の指定を受ける。その関連施設として現在の西東京市跡に田無伊旦工場を建設した。1939年に独立し、中島航空金属株式会社が設立される。当初鋳物製造に必要な砂を馬車で運んでいたが、至近の東久留米駅まで線路を敷設することを計画。1944年8月認可を受けている。小型の蒸気機関車により砂を運んでいたという。しかし1年で廃線を迎える。その後中島航空金属は、生産会社みずほ産業となり、専用地を京王帝都電鉄に売却しようとする。これに対し西武鉄道は無断で専用線を売却することに抗議。ついに訴訟に持ち込まれることになる。結局は和解により売却話はなくなった。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で橋上駅舎を有している。駅舎の出入り口は東口と西口に加え、連絡通路で結ばれる形で北口がある。もともとは貨物列車の発着に対応するべく側線が設けられており、島式ホームの形態であった。1970年に現行の相対式とされたが、側線の跡地がホームの外側に残っている。これは戦時中にあった中島飛行機関連工場への専用線の名残であり、ひばりが丘団地の建設資材を運んだ時期もあった。専用線跡には遊歩道と送電線が通っている。エスカレーターは東口、西口地上部と改札外コンコース間に、各駅、北口地上部と連絡通路間に2基及び、改札内コンコースと各ホーム間に、各1基の合計6基、エレベーターは東口、西口、北口に、各1基、改札内コンコースと、各ホーム間に各1機の合計5機が設置されている。トイレは2階改札内と西口改札外1階にあり、いずれも多機能トイレを併設している。1949年に建設された木造の北口駅舎は高橋留美子の漫画メゾン一国に登場する時計坂駅のモデルとなった。その駅舎も老朽化に伴い建て替えが行われた。本格的な改修工事は2009年6月から始まった。その間の同年8月1日には、駅前商店街で開催されたイベントに合わせて、同日12時から17時の間に限り駅名標を、駅舎がモデルとなった、時計坂駅に変更した。その後、2010年1月22日に北口改札が閉鎖され、同時に駅舎も解体された。駅舎跡地には2010年5月29日にエミオ東久留米が開業した。2020年度の1日平均乗降人員は 41,462 人である。西武鉄道全92駅中16位。2009年度までは東隣のひばりが丘駅と同様に微増傾向であった。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下表の通りである。富士見テラスから望む富士山西口ロータリーから市役所方向に一直線に伸びている道路は、マロニー富士見通りと呼ばれ、駅2階にある富士見テラスからこの通りの方向を見ると、天候にもよるが、富士山がはっきり見え、関東の富士見百景に選出されている。また、毎年冬至前後には、日没の頃に、ここから富士山を望むと、夕日が、富士山の山頂にかかって沈んでいくダイヤモンド富士と呼ばれる現象が見られる。2007年、元日付読売新聞東京本社版の一面カラー写真に富士見テラスから撮影された富士山が採用された。駅周辺は土地区画整理事業によってマンションが多数建設された。東口側から見た恵美を東久留米出店店舗の詳細は西武プロパティーズショッピング&グルメ情報ポータル東久留米駅を参照。西武バスにより運行されており、全路線が当駅を起終点とする。部21系統はロータリー完成後の新設である。クル23系統はその後の新座駅、南口ロータリー完成に伴うクル22から1。系統新座市役所業の延長、系統番号変更によって設定された系統である。ありがとうございます。